ボイスプライムです。それではなんと2週目やっていこうと思います。前回は第1話目風間から行ったんですよね。はい、というわけで、まあ誰でもいいんだけど、福沢さんで行きますか。ちょっと6話目と被っちゃうけど、まあいいか。私が最初の話をするの？そうね、何を話そうかな。あ、その前に自己紹介をしておくわね。私の名前は福沢玲子。今年の春入学したばかりのバリバリの新入生です。新入生はピカピカじゃないかな。先輩の皆さん、よろしくお願いします。プライムくんだっけ。あなたとは同じ1年なのに会ったことないわよね。まあこの学校広いから。それともいつもサボってるのかしら。あははは。そういえばあなたが体育館の裏でサボってるのを見かけたことある。嘘よ嘘。あ、ごめんごめん、怖い話だったわよね。それじゃあいい？どのクラスにも一人は変な子っているでしょう。いじめられっ子とか存在感が薄いとかそういうのじゃなくて、何かみんなと違うのよ。あ、ロッピーのことだね。どっかおかしいの？あ、ロッピーのことだね。みんなと考え方とか行動とかどこか違うのよ。あのね、ロッピーはね、小学校3年生の頃に転校生としてやってきた男なんですけど、まあそれこそこのね、福沢さんが言う通りね、どっかおかしいんだよ。なんかみんなと違うんだよ、考え方とか行動とかね。まあそれがあいつの面白いところでもあるんだけど、そういうことだね。ピントがずれてるっていうのか、この世の人ではないっていうか、うまく言い表せないな。そういう子、うちのクラスにもいるんだよね。うちのクラスってのは G 組だよ。 G まであるんだ。 ABCDEFG7 クラス。名前は元木さなえっていうの。すごい、顔がなんかちょっと怖いな。なんかこれ怖いな、この顔。さなえちゃんは本当に変なんだよ。例えばさ、調理実習の時とか包丁使うでしょ。さなえちゃんに包丁を持たせるとじっと見つめちゃうんだよね。確かに、あの、普通じゃないね。にたにた笑いながらさ、それで、これで目を突き刺したら痛いよねなんてつぶやくんだよ。見てるこっちはびっくりしちゃうよね。それで包丁の先を自分の方に向けるのよ。もう怖っ。そしてしばらくの間そのままの姿勢でじっとしているの。その後大きくため息をついて、ああ怖かったとか言うんだよ。その間私たちなんか固まっちゃってさ、どうなることかと身動きできずに黙って見守ってたんだから。そうかと思うと包丁でちょっと指を切るとワンワン大声で泣き出すし、大した血じゃないのよ。それなのに大げさに泣くのよね。何があったかと思って私の方が驚いちゃった。それからお弁当を食べるとき、いつも食べる前に10分以上お祈りしてんの。10分以上お祈りしてんの。何言ってるかわかんないけど、小さな声でブツ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 つぶやいてるんだ。それから何度も何度もお弁当箱にお辞儀するの。今思えばこのさなえちゃんってさ、学校であった XXX って俺らがやったあのフリーゲームの実況があるんだけど、そっちに出てたっけ。あの実況したのもう何年も前だから、でもなんかさなえって言った気がするな。それでようやく食べ始めるんだよ。信じらんないよね。食べる時もあれは30回以上は噛んでるよ。いや、いいんじゃ、消化にいいんじゃない。やっぱりだって食べるのものすごく遅いもの。お昼休み目いっぱい使ってご飯食べるんだよ。それで食べ終わるとまたお弁当箱にお辞儀してブツ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 お祈りを始めるの。危ないよね。うん、危ないね。確かにそれは怖いよね。怖い。でもね、頭が悪いってわけじゃないの。結構勉強できるんだよね。いつも試験とかで上位に食い込んでるもの。へえ。それにいじめられるわけでもないの。女の私から言うのも尺だけど、結構可愛いんだよ。確かに顔だけ見たら全然可愛いよね。誰にも好かれる顔っていうのかな。で、
あとあれだよね、こういうブツブツ言っちゃう子だからみんないじめようにもいじめらんないよね、怖くて。ああいう子って得だよね。私もさなえちゃんのことさ、憎らしいなって思う時もあるけど、まあいいやってすぐに許せちゃうもの。実は結構仲がいいんだ。そうなんだ。私も変なのかもしんない。それにさなえちゃんって変だけど面白いんだよ。この前なんかいきなり教室の中で天井を見ながらくるくる回り出すの。どうしたの？って聞いたら、クラクラして目が回るの。だから反対の方に回ってるの。そうすれば治るんだよ。だって。そんなので治るわけないじゃん。呆れちゃったよ、私は。でもさ、さなえちゃんが言うと笑えちゃうんだよね。この写真がなんか色合い暗いし、なんか怖いよね。そういう子、あなたのクラスにもいない？完全にロッピーだね。でもね、さなえちゃんが変なのはそれだけじゃないんだよね。すごい秘密があったの。私、偶然その秘密を見ちゃったんだよ。この前さ、体育のあった日、さなえちゃんは気分が悪いって休んでたのね。最初はが授業を見てたんだけど、横になりたいからって保健室に行ったの。顔真っ青だったもん。本当に気分が悪かったんだよね。その時、体育の授業は女子はバレーボールやっててね。私突き指しちゃったんだ。私突き刺しちゃったんだに見えるね、これね。見えないか。痛いよね、突き指。それで保健室行ったの。そしたらね、先生はいなくて、さなえちゃんが一人で寝てたの。頭まで毛布をかぶって、ガタガタ震えてるのよ。声をかけようかどうしようか迷ったわ。なんだかベッドごと揺れそうなほど震えてるんだもの。はあ。今にもベッドが暴れ出しそうなの。声をかけちゃいけない雰囲気だったわ。え？いや、声かけちゃいけないって言われたら声かけるよ。声かけます。やっぱり友達だもんね。声をかけようと思って近寄ったの。私が近寄ると、それに反応するように震えは激しくなったわ。ベッドがズズッズズッって動くのよ。それほど激しく震えてたの。よく噛むな。私もう心配になっちゃって毛布に手をかけたの。さなえちゃん大丈夫？返事がないのよ。ん？聞こえなかったのかなって思って、今度はもう少し大きな声でもう一度尋ねたの。ねえ、さなえちゃん大丈夫？それでも返事はないのよ。私もうどうしていいかわからなくって、さなえちゃんの肩を大きく揺すったの。さなえちゃん、さなえちゃん。私叫んじゃった。すると毛布の中からボサボサの頭が出てきたわ。頭がひどく膨れちゃってて、紫色に変色した唇がベロンってめくれてるの。大丈夫か？二目と見れない顔になってたのよ。うるさいな、僕は気分が悪いんだよ。そっとしといてくれる？違う人だったのよね。もうこれはね、福沢さんが悪いよ。福沢さんが悪い。私てっきりさなえちゃんが寝ているものと思ったからびっくりしちゃった。キャッ。顔から火が出るほど恥ずかしかった。その後すぐ保健の先生が戻ってきたわ。いや、あの、仮にさなえちゃんじゃないにしても、あのベロンってなって顔色が悪くなってるのは異常じゃないかな。どうしたの？突き指しちゃって。先生が手当てしてくれてる中、落ち着かなかった。間中落ち着かなかった。隣のベッドからは、まったくもう熱があるってのにとか、ふてくされた声が漏れてくるし、そんなに熱があるんだったら家に帰ればいいのよ。私あんまり保健室に行くことってないけど、保健の岩崎先生って優しくていい先生よね。男子がわざわざ仮病を使って保健室に行くのがわかる気がしたもの。はい、もう大丈夫よ。手当てをしてもらってから、私思い切って聞いてみたの。元木さんは来なかったでしょうか？元木さん？岩崎先生不思議そうな顔をしていたわ。そうよね、受け持ちの先生でもないんだから、名前言ったってわかるわけないわよね。
さっき気分悪いって女の子が来ませんでしたか？1年 G 組なんです。先生困った顔をしていたわ。さあ、私ちょっと用事で外していたから、その間に来たのかもしれないわね。誰も来てないよ。ベッドで寝ている膨れっ面の男がぶっきらぼうに答えたの。あいつになんか聞いてないのにね。きっとあいつも岩崎先生のファンなのよ。だから家に帰らないで保健室で寝てるのよ。身の程知らずってあいつのようなやつのことを言うのね。でも私不思議だったわ。早苗ちゃん保健室に行かないで一体どこに行ってしまったんだろう。確かに、もし途中で倒れてたりなんかしたらどうしよう。なんせちょっと血を見ただけでも泣き出しちゃう 子だもの。私早苗ちゃんを探したわ。でも早苗ちゃんはすぐに見つかったの。え、教室の自分の席に座ってぐったりしていたのよ。ほう。保健室に行こうとして先生がいないから教室に戻ってきたのか。それとも最初から保健室へ行く気なんかなくて教室で休むつもりだったのか。どうしてかわからないけれど、早苗ちゃんは自分の席に座っていたの。両手をだらんと垂らし、椅子の背もたれに身を預けて頭を後ろにぐったり垂らしていたわ。寝ているというよりも気を失っている感じだったのよ。なんだか死んでいるみたいにも見えた。白目を向いているみたいだったし、私一瞬どうしていいかわからなくて立ちすくんじゃった。ただ呆然と早苗ちゃんを見てたの。そしたら急に彼女の体がガクンと跳ねたのよ。まるで操り人形のようだったんだから怖いな。大きく跳ねたかと思うと今度は背筋をピンと伸ばしたの。そして頭をゆっくりと弧を描くようにぐるぐる回し始めたもうやべえな。私声を出そうにも喉の奥に何かを押し込まれたようで声にならないの。体も金縛りにあったみたいに動けなかった。目を背けることもできなかったの。うわあうわあ、私びっくりしたわ。今度は背筋を立てたまま蝋人形のように動かない早苗ちゃんの口から白い煙のようなものが出てきたんだもん。ポカンと開けた半開きの口からモヤモヤっとしたものがどんどん吐き出されるのよ。どんどんなの。煙にしてはなんだか硬い気がして妙にまとまっているのよね。綿みたいな感じだったわ。それがモヤモヤっとした人の形になっていく、人になっていくじゃない。あれってエクトプラズムっていうのよね。私だってそれくらい知ってるんだから。エクトプラズムって霊魂のことなんでしょ。早苗ちゃんの口から出てきたんだから、あれは早苗ちゃんの霊魂なんだと私は思ったの。でも顔違うよね、結構ね。早苗ちゃんの顔とは少しも似てなかったけれど、綺麗な女性だったわ。髪の長い綺麗な女性。煙の塊なのにね、ちゃんと目鼻立ちがわかるのよ。あれって目で見てるんじゃないの。頭の中にある目で感じている光景なの。肉眼じゃなくて心眼ってやつ。はあ。だから煙なのにはっきり見えるのよね。詳しいことわかんないけど私はそう思うな。でもエクトプラズムは本物なの。エクトプラズムは肉眼で見ているけれど、煙の中に見える顔は心眼で見てるってわけ。難しい？でね、そのエクトプラズムが私のことを見たのよ。怖っ。見た気がしたっていう方が正解かな。でもその途端、私は体の感覚を取り戻したわ。息も楽になったし、声も出るようになった。それで私、早苗ちゃんに声をかけていいものかどうか迷ったの。だってこんな時に声をかけて、早苗ちゃんの身に何かあったら大変だし。でもこのまま放っておいても、早苗ちゃんが無事とは限らないし。どうしよう。いやー、声かけましょう。ひゃないひゃん。動転して私、早苗ちゃんの名前をちゃんと呼べなかった。それに思ったより大きな声を出しちゃってたんだ。エクトプラズムって媒体である人間と細い糸のようなものでつながっているじゃない？いや、見たことないんでわからないですね。その細い部分が切れちゃったの。あら。
ってもデリケートな物体だったのね。糸が切れた瞬間、エクトプラズムは消えてしまったんだけれど、サナエちゃんはそれっきり目を覚まさなくなっちゃった。お医者さんにも原因はわからないんだって。でもこれって私の責任よね。悪いことしたなとは思ってるんだ。だいぶ軽く話すな。サナエちゃんは全部わかって許してくれたけど、やっぱりね。プライム君変な顔してる。あれ、目覚まさなくなっちゃったんじゃないの？あ、そうそう。眠ったままのサナエちゃんがどうやって私を許してくれたかわからないんでしょう。いや、わかんないよ。やっぱりわからないよね。サナエちゃんはね、人間じゃなくなったの。だからって死んじゃったわけじゃないのよ。ないよ。お化けっていうのかな。六六首になっちゃったんだ。私も知らなかったんだけど、六六首ってエクトプラズムが元になって生まれたお化けなんだって。なんかそれヌーベイで見た気がする。本当だよ。あの時消えたと思ったエクトプラズムは消えたんじゃなくて、サナエちゃんと一体化してたのね。で、六六首になったサナエちゃんは体が眠っている間に首をニューッと伸ばしていろんなところに行ってるらしいよ。なんか楽しそうだな。私のところにも遊びに来たぐらいだからね。もっとも霊感ある人にしかその姿は見えないらしいけど、プライム君だったら霊感あるみたいだから六六首が見えるかも。今夜窓のカーテンを開けて寝てごらんよ。私の話はこれで終わり。次は誰の番？エクトプラズムってなんかね、俺ヌーベイでしか見たことないんだけど、せっかくヌーベイの話ばっかで申し訳ないんだけど。なるほどね。六六首ね。でももうあれだよね。あ、でもそっか、ヌーベ知ってる人は知ってるかもしんないけど、そのミキって子がいてね、その子が六六首になるんですよ。で、その首を伸ばして、それこそあの今話で言ってたような、この窓からこう同級生を覗いてなんかこう驚かせるみたいなことやってたからね、みんな同じこと考えたね、やっぱね。はい、じゃあ1話、2週目1話目終わりました。じゃあ今度また2話目でお会いしましょう。プライムでした。さよなら。